写真拡大。全3枚。オープン戦、ロッテ 0-4 ヤクルト、12日、ZOZO マリンロッテの2年目左腕、長野正史投手26が12日、ヤクルト戦でオープン戦に初登板した後、不安障害の一つである、広場恐怖症と診断を受けていることを公表した。飛行機や新幹線など長時間、閉鎖された空間での移動を行う際に、激しい恐怖や不安に襲われ、動悸動悸などが起きる症状。九州国際大時代から症状が出始め、ホンダでの1年目に診断を受けたという。昨季の一軍登板は千葉で3試合、仙台で1試合。今春の沖縄石垣島キャンプは症状が強く出たため、空港まで行ったものの参加を断念していた。これまで不参加の理由は体調不良と発表されていたが、本人の意思で公表に至った。この先どういう風になっていくかわからないけど、しっかり治療していきたいと話した長野はこの日、8回に5番手で登板し、1回を1安打無失点と好投。貴重な中継ぎ左腕として、吉井投手コーチは、10分1軍で活躍できる戦力と評価した。今後は通院治療を続けながら、関東や仙台など可能な範囲で登板していく。浜浦日向、長野、正史長野昌治。1993平成5年3月2日生まれ、26歳。大分県出身。日の出用途に肘を濃く、現日の出総合高から九州国際大、ホンダを経て、2018年ドラフト6位でロッテに入団。昨季は4試合に登板し、0勝0敗、防御率 0.00、181センチ、82キロ。左投げ、左打ち。年俸850万円。背番号62。広場恐怖症。通常であれば何でもないような状況に対し、過剰な恐怖や不安を持つ不安症群の一種で、すぐに逃げ出すのが難しい場所や状況に最も恐怖を感じやすい。突然、激しい恐怖や不快感に襲われ、動悸動悸や発汗、鈍い、息苦しさなどが起きたり、恐怖や不安を感じる状況を頑なに避けようとしたりする。薬物療法と認知行動療法が最も有効とされる治療法。